日韓最強コラボ、リーズ・オンビン×ナンバーアンダーライン・アイ・ヒラノショーが見せた。ミュージック・エキスポ2024で見逃せない伝説のパフォーマンス。ミュージック・エキスポ2024、オンビンヒラノショーの舞台裏コメントに累戦崩壊、二人の絆にファン感動。NHK ミュージック・エキスポ2024は、今年もまた音楽ファンにとって忘れられない瞬間を提供しています。このイベントは、 アーティスト同士のコラボレーションを通じて、音楽が持つ力を最大限に引き出す場として知られています。今年のミュージックエキスポでは、特に注目を集めたのが、リーズのウォンビンとナンバーアンダーライン愛の平野翔が披露したダンスチャレンジです。この2人の共演は、ファンにとって待望の瞬間であり、そのパフォーマンスは期待を裏切らないものでした。ウォンビンと平野翔二2人のカリスマ的な存在感と卓越したダンススキルは、 まさに目を奪うものでした。彼らが披露した、ブームブームベースのパフォーマンスは、力強さと優雅さが融合した見事なもので、観客を圧倒しました。ミュージックエキスポの舞台でしか見ることができないこのコラボレーションは、まさに音楽の祭典にふさわしいものでした。このようなコラボレーションが生まれる背景には、アーティスト同士のリスペクトが重要な役割を果たしています。平野翔は ウォンビンに対する深い敬意を持っており、その思いはパフォーマンスの中で自然と表れています。また、ウォンビンも平野紫の才能を認め、共に舞台を盛り上げることを楽しんでいる様子がうかがえます。こうした相互の尊重と協力が、今回の素晴らしいパフォーマンスを生み出したといえるでしょう。n h k ミュージックエキスポは、単なるエンターテインメントの枠を超え、音楽が持つ力を再認識させる場でもあります。 音楽は国境や言葉の壁を越えて、人々を結びつける力を持っています。今年のミュージックエキスポで見られたコラボレーションは、その力を再確認する機会となりました。特に、ウォンビンと平野翔の共演は、ファンだけでなく、多くの視聴者にとっても心に残る瞬間となったことでしょう。このイベントを通じて、ファンは自分たちが愛するアーティストがどのように成長し、 互いいにに影響をを与え合っているかを目の当たたたりしししましたウォンビンンンビと平野翔が披露したダンスチャレンジはただのパフォーマンスではなく、彼らの情熱と努力の結晶であり、その背後には多くの時間と労力が費やされていることが感じられました。このような努力が報われる瞬間を共有できることは、ファンにとっても大きな喜びです。また、今回のコラボレーションを通じて、 音楽業界全体がどのように進化しているかも感じ取ることができます。異なるグループやジャンルのアーティストが共演することで、新しい音楽の可能性が広がり、ファンに新たな感動を提供することができるのです。nhk ミュージックエキスポはこうした新しい試みを後押しする場として、今後も注目され続けるでしょう。このような大規模なイベントが成功するためには、多くの人々の協力が不可欠です。 アーティストだけでなく、プロデューサー、振付師、スタッフなど、舞台裏で働く人々の努力があってこそ、このような素晴らしいパフォーマンスが実現するのです。彼らの仕事はあまり表に出ることはありませんが、その貢献は非常に大きいと言えます。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4は、音楽の力を再認識させるとともに、アーティスト同士のつながりや、 彼らを支える人々の重要性を改めて考えさせられるイベントでした。ウォンビンと平野翔の共演は、その象徴的な瞬間であり、ファンにとっても心に残る出来事となりました。このイベントを振り返ると、音楽が持つ力の大きさを再確認せずにはいられません。音楽は、私たちの感情に直接訴えかけ、心を動かす力を持っています。そして、その力を最大限に引き出すためには、 アーティスト同士の協力やリスペクトが不可欠であることを、今回のコラボレーションが示してくれました。ファンとしては、今後もこうした素晴らしいコラボレーションが続くことを期待せずにはいられません。また、n h k ミュージックエキスポが引き続き、音楽業界の発展と新しい才能の発掘を支援していくことを願っています。音楽は私たちの生活を豊かにし、困難な時期にさえも希望を与えてくれるものです。 その力を信じ、これからも音楽を愛し続けていきたいと思います。ウォンビンと平野翔が織りなすこの特別な瞬間は、ミュージックエキスポ2 0 2 4のハイライトとして語り継がれることでしょう。このコラボレーションは、単なるパフォーマンス以上の意味を持ち、音楽の力とそれを支えるすべての人々への感謝の気持ちを改めて感じさせてくれます。音楽ファンとして、こうした瞬間を共有できる喜びを胸に、 これかららも素晴らしいいいい音楽の旅を続けていきたいと思います n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4は単なる音楽イベントではなく音楽を通じて人々をつなぎ感動を共有する場としてその価値を示し続けています今年もまた音楽の力を信じるすべての人々にとって忘れられない経験となりました n h k ュージックエキスポ2 0 2 4の感動的な瞬間は ただ一時的なエンターテインメントにとどまらず、音楽がもたらす深い感動や影響について改めて考えさせられる機会となりました。ウォンビンと平野翔のパフォーマンスは、彼らが持つ個々の才能とその融合による新しい化学反応をファンに示すものであり、それがファンたちにどれほどの喜びをもたらしたかは、彼らの反応からも明らかです。2人が一緒に踊る姿は、単にダンスの技術を披露する以上の意味を持っていました。それは、 異なる背景や文化を持つアーティストが一つの目標に向かって共に努力することで、音楽がどれほどの力を持ち、人々にインスピレーションを与えることができるかを示す象徴的な瞬間だったのです。また、このようなコラボレーションが生まれる背景には、現在の音楽業界全体のトレンドや変化が影響しています。近年、国境を越えたコラボレーションや、異なるジャンルを融合させる試みがますます増えてきています。 これは、音楽がますますグローバル化し、様々な文化が影響し合う時代において、自然な進化と言えるでしょう。ウォンビンと平野翔の共演も、その一環として、音楽の新しい可能性を模索する試みの一つであり、未来の音楽シーンに新たなインスピレーションを与えることでしょう。このようなイベントが成功するためには、アーティストだけでなく、観客の存在も非常に重要です。ファンは、 アーティストにとって最大の支援者であり、彼らの存在がアーティストにとってどれほど励みになっているかは言うまでもありません。今回の n h k ミュージックエキスポでも、ファンからの熱い応援が、アーティストたちのパフォーマンスに大きな影響を与えました。ウォンビンや平野翔が舞台で最高のパフォーマンスを見せることができたのは、彼らの努力と才能だけでなく、ファンの愛とサポートがあったからこそと言えるでしょう。さらに、 音楽の祭典としての NHK ミュージックエキスポは、若い世代のアーティストにも大きな影響を与える場となっています。今回のイベントを通じて、未来の音楽業界を担う若手アーティストたちが、先輩アーティストたちから学び、自分たちの目標をさらに高めるきっかけになったことでしょう。ウォンビンや平野翔のような実力派アーティストが、どのようにして観客を魅了し、パフォーマンスを通じて感動を与えているか。 そのプロフェッショナリズムを目の当たりにしたことで、彼らにとっても大きな学びとなったはずです。また、n h k ミュージックエキスポのようなイベントは、ただ音楽を楽しむだけでなく、音楽の背後にあるメッセージや社会的な意味について考えるきっかけを提供します。音楽は、単なる娯楽としてだけでなく、時には社会的なメッセージを伝える強力な手段としても機能します。ウォンビンや平野紫のパフォーマンスも、 その背後には彼らが音楽を通じて伝えたい思いが込められており、それが観客に深い感動を与える要因の一つとなっているのです。私たちが今後も期待するのは、このようなイベントを通じて音楽業界がさらに発展し、より多くの素晴らしいコラボレーションが生まれることです。特に、若手アーティストたちがこうした舞台を通じて成長し、新たな才能を開花させることは、ファンにとっても大きな喜びとなるでしょう。 そして、音楽を通じて世界中の人々がつながり、共感し合える瞬間が増えることを願っています。n h k ミュージックエキスポ2024の成功は、音楽が持つ無限の可能性を再確認させるものであり、私たちにとっても希望と感動を与えてくれる貴重な経験となりました。ウォンビンと平野翔が見せた輝かしいパフォーマンスは、その象徴的な瞬間であり、今後も語り継がれていくことでしょう。 音楽ファンとして、こうした瞬間を共有できる喜びを感じつつ、これからも音楽を愛し続けていきたいと思います。